はい、どうも、銀次郎軍団のクロちゃん。大輝です。今回は、新店舗開拓今回は、長崎県の佐世保市、佐賀県武雄市。はい。同時に回っていきたいと思います。まあ、だいたい3店舗ずつぐらいよね。はい。今回から、新店舗開拓。なんか俺、新店舗開拓ってなんか、言い方がなんか、新店舗開拓。今回から、評価の方、星1から星5。まあ、5段階で評価していって、店全体の総評を作るっていう感じにしていきます。で、その店舗の項目を決めるんよね。はい、まあ、設定配分が星1から星5、台の拾いやすさとか、うん、進行の釘とかね、はい、あとその他、はい、もろもろ評価をつけて6店舗回っていこうかなと思ってます。はい、じゃあレッツゴー。かかって俺この下り結構好きなんですよ。いや、これ再開橋って言うけど、長崎の橋の中でも結構有名な再開橋っていうのがあるんですよ。暇やけんそこちょっと寄ろうかなと思って。ああ、いいっすよ。ちょうど行く途中やけんさ。うん、おいちょっと聞こえ、おいあー涼しい。近かってだけでも映っとかな、映っとるやん、ズームで映るやつ、映るか、ズームズ、今日はあんま映っていかなかった。もっとなんか長崎の自殺スポットです。あ、僕さすがにたのか、帰ろうか、張り合わせ。相川っていう店です。めちゃめちゃうまそうやろ。まだ焼けてないけど、いや絶対うまい、いや絶対うまいっす。ここめっちゃ人気らしかね。人気、テレビとかでも取り上げられてるくらいだけ。うん、はい。これはハンバーグか、こいっすね。ちょっと焼けるまで待っときましょうか。箸の持ち方言われるけんさ、箸の持ち方ちょっと強制しようかなと思ってるしさ。いや、ここでそれだからいらんなって。いや、マジ無理よ。しゃ、ハンバーグ焼き終わったんでいただくとします。これめちゃめちゃうまそうじゃない。やっぱありうまそうっす。じゃ、いただきます。うまっ。めっちゃ味が濃い。あ、そうなんですか。ご飯も進むばいそりゃ、ご飯も進むばいそりゃ、ご飯も進むばいそりゃ、ご飯も進むばいそりゃ。どんどんしたくなってきますもんね。ご飯食べるような。あれプルプルしてる。この、いや、なんかあるくないですか、この食用のやつ。こう、あーって。いやー、うまそう。なんかね、柔らかいんですよね、結構。いただきます。はい。やば。どうすか、めっちゃ柔らかい。あ、やばい。意外となんかヘビーに感じんすよ。あ、重くない。そうそうそう、はいはい、食べやすいって。そうです、そうです、そうです。バイチャー、バイチャー。はい、到着しました。長かった。ぼちぼち長かったっすね、普通に。とりあえず到着したのがビッグアップルの佐世保店っていうところです。はい、20スローだけですかね。あとは5スローと2パチと1パチやけん、パチンコの方はちょっと、パチンコは 2.2 やったかな、確か 2.2 か、うん、2.2 パチンコやけん、まあ、俺らはちょっとあんまり打たんけん、うん、スロットメインで見てこようかなと。そうですね、設定狙いとハイエナがどうかっていうのを見ていきたいと思います。そうね、行きましょう。よし、はい、ビッグアップル佐世保店ですね。うん、まあ自分たちは結構おおむね20スローの方を見てきたんですけど、うん、昨日が
特美っぽいんですよね、一応見た感じ。多分ね、はい、今日自体は多分特美じゃないけん、あんまり動いてなかったよね、正直、うん、お客さんも少なくて、うん、メイン機種はもうほぼほぼ動いてなくて、うん、設定面で言うと今日はもう全然動いてなくて全く分かんないんですけど、うん、昨日おそらく特定日で明らかに今日の稼働率と全然違ったけんが、うん、メインどころがバジリスク絆2と番長3と吉宗とサラバン2かな、まあその辺があのメイン通路になってて、重点的に見たら絆2が多分10台中昨日が3台から4台多分4、5、6使ってる。で、うち1台か2台は間違いなく6を使ってると思う。うん。まあ、あくまでも自分の予想やけど。で、番長3が、あれ何台だっけ ?10 台あるかな ?10 台くらいかな。多分番長3も10台ぐらいあるけど、2台、3台ぐらい。5000枚から6000枚ぐらい。綺麗に右肩上がりで出とる台があったけん。ちょっと番長3はグラフではわからんけど、多分高設定使ってると思います。うん。あとは、吉宗。もうここが一番狙い目かなと思うけど、4台中3台。1台動いてたんで、あの、確認できなかったんですけど、4台中3台が4以上あると思う。で、うち、右肩上がりで綺麗に出てるのが1台あったけん。それは間違いなく6かなと思う。そうですね、確かに。あれはマジ強烈。うん、結構綺麗に出てましたもんね。あとは、ジャグラーシリーズは見たけど、あと A タイプも、A タイプコーナーも見たけど、うん、その辺は正直俺やったら狙わんかな。間違いなく高設定やなっていう履歴ではなかったけんが、うん、まあ出玉もそうやし、レギュラー確率も見たらそうでもない。出玉で取っても高設定はちょっと狙うのは厳しいかなという予想です。まあ今日見た感じの大のヒルエスさ、まあハイエナ含めどうやった？ハイエナ自体は多分できるとは思うんですよね。うん。メイン機種は確かにさっき言った通り動いてなかったんですけど、うん、他のバラエティとか、U タイムとか稼働が良かったんで、若い人じゃなくて、年配の人が多かったんで、うん、だからその分拾いやすいっていうのもあると思うんで、でも、ハエナっぽい人は2人くらい確認できてるんで、うん、ジグマって固まるより、うん、まあ、ちょこちょこ見に来るくらい。そうよね。うん。がちょうどいいかなっていう感じでしたね。まあ、ここ1店舗で期待値稼働しようと思ったら、相当しんどいと思うけど、うん、今回の店は、まあ、俺的に設定狙いはちょっと抽選人数が昨日分かんなかったんですけど、そこを考慮しないで考えると星4、うん、自分は期待ホールかな。近かったら間違いなく期待なっていうホールではあるけど、うん、星4つけます。そうですね。あやな拾いやすさ星3くらいかな。良くも悪くもないと。うん。全く使えんホールっていうわけではなかけんが、1店舗として数えるっていうくらいで、うん、星3くらいじゃないかなって思ってます。星さんと、うん、ちょっとニンニク症なんかもう一個。ニンニク症、あ、わかった。はい。あの清掃業者の人の評価星5。なんで？いやこれガチ。はい、そう、まあ、トイレが綺麗やけん。いや違う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 。いや違う違う、本当に本当に本当に清掃業者の人が2人してから、うん、いらっしゃいませみたいな頭下げてきた。マジって思いましたもん。態度めっちゃいいやんと思って。掃除のおばちゃん今回星5です。以上です。以上です。ということで次の店舗行きたいと思います。じゃあ次行きます。はい。よいしょ。はい、ドジャーク。近かったね。いや、めっちゃ近かった。さっきのビッグアップル佐世保店から350メートルです。うん、めっちゃ近かった、普通。めっちゃ近いんで、ぜひ来ましょう。はい、はい、次。はい、次。行きます。はい、ケースプラザ。京町店見に行ってきました。お疲れ様でした。あー、ちょっと血の気引いたね、本当に。おそらく今日特定日なんですけど、もう全然動いてない、マジで。えってなったもん、本当に。昔話聞いた限りでは結構強かったみたいな。なんか一時期強いみたいな話だったよね。聞きよったけんが、あ、今日も結構人多かったやろうなと思って、いざ入ってみたらこう、え？本当。え？そんなことある？みたいな。あれって、こんな潰れかけの店やったっけ？みたいな。俺4円パチンコの方行ったんや。ああ、入った瞬間にもうなんか長い列があるんよ。これもうすぐ見れるしさ、はい、めっちゃ長いしさ、はい、列がね、うん、1人しか座ってないんやけどみたいな。何が起きてるか分からないって今日特定日やねと思って。ああ、もうほんとアマデジの方とかもうバラエティ系のパチンコは全然動いてない。マジでもうあの U タイム狙いとかそういうレベルじゃなかったね。
20スロで言うとバジリスク絆とか、うん、まあ番長3とかその辺がメイン機種になるとやろうけど、00の台が結構あったよね。ほとんどなんなら数日前まで遡ってグラフと履歴見たけど稼働がなさすぎてちょっと何とも言えんね、うん、設定狙いに関してはちょっと本当に言葉が出ませんね。評価つけるなら星、動いてなさすぎてもう設定狙いはとてもやないけど厳しいです、うん、ハイエナの方なんですけどちょっときつそうですね。もともと台が動いてないことには出てる台がないけん、スロットに関してはもうほぼ00やけん、何店舗か回る1店舗にすら俺は入らんかなっていう感じでしたね。星は、評価は、評価はうんドルルルン1、拾いやすさは1と、うん、拾いやすさは1かなって思いますね。ちょっときついな、さすがにあれは今日だけしか見てないし、うん、もちろん、うん、俺らの主観やけんがユニークショーとして、はい、店員のやる気は星4。おばあちゃんが困っとったしさ、うんうん、そしたらもうなんかこう支えながらこう誘導してやりよって、もうその辺考えたらもう素晴らしい、うん、まあちょっと予想外のことが起きた件が、そうやね、うん、ちょっと厳しめにつけてますけど、じゃあとりあえず2店舗目は終了なんで次3店舗目に行きたいと思います。はい、じゃあ後ほど。はい、到着。はい、チャンピオン国際通り店ですね。3店舗結構密集しとるよね。はい、密集しとる地域やけんがちょっとまあお客さんの量とか、うん、設定狙いとかは全くもう未知数なんで、うん、見ていこうかなと思います。はい、行ってきます。はい、行ってきます。はい、チャンピオン国際通り店、率直な意見を言うと稼働が1割程度。今、5時ぐらい。はい。5時前ぐらいか、夕方の。まあ、普通だったら結構稼働あるかなと思って。で、場所も商店街結構近くで、稼働あるかなと思ったら、ここも全然稼働ないです。あの、設定状況も、まあ、ケーズプラザ京町と一緒で、とにかく稼働がない件が、星0。測定不能っていうか、うん。パチンコも、ちょっと、釘が逆ハの字。やばいっすね。逆8の字みたいな感じで。もう明らかにこう、もうペッて見るだけで、え、その上で球乗るっちゃないの。マジそのレベルでしたね。もうスロットコーナーは、1列に1人2人ぐらい、うん、しか座ってない状態で、もうパチンコもそんな感じだね。そうっすね。設定狙いは、測定不能、拾いやすさ、星1。あと、なんかある特別賞みたいな。いや、もうないね。正直場所は京町もここもいいけんが、うん、まあビッグアップルもそうやけど、でもやっぱこの地域自体が結構厳しいんじゃないかなってイメージ。そうっすね。まあその中でもやっぱビッグアップルは高設定も使っとって、うん、設定狙いされた形跡もあるし、うん、まあ、一番使えるホールなんじゃないかなと。あとは京町とチャンピオン国際通り店はちょっと今後はもう見には来ないかなっていう感じで、うん、ちょっと稼働がなさすぎてもうサンプルも取れんし厳しいかなっていう判断で、あとは佐世保自体はマルハン佐世保店と佐世保白竹店のワンダ、うん、結構評判いいんだけど、あそこの店舗は後々動画にあげるんであえて行かなかったんで、今回は佐世保編っていうのと今から佐賀編で3店舗行こうかなと思ってるんです、うん、佐世保編は今回はこの3店舗で終わりたいと思います。はい、次回佐賀。